はい、今週もやってまいりました。もう始まってるね。23時ね、セピア23時いっちゃうわ。もうね、もう今までも分かる通り、2人ともなんだろうね、テンションが低いとかじゃなく、夏バテ真っ盛りです。みんなが言うよ、マジ来た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 すごい。ちょっともうなんかこれ喋りながら何かのタイミングでこうディスりが始まるんじゃない。でも検証炎を起こしにオープニングからのっけから来るのね。いや文字でかいし。もう今の全然多分ディスるメッセージ打ってないかな。ディスっていこうね。いやもうあのディスる人字でかすぎて下の字もう見えない。気抜くなよって言われますね。気抜くな。そしてその何か俺一人やこいくん気抜いたらダメ。また乾杯しましょうか。先そうっすね。乾杯。まあまあとりあえずね、乾杯。画面から走るの怒られました。あれじゃん、気抜くなよ。俺じゃなくて気抜くな。ちょっとやってます。みんなマンのエイジ。いやそう。もうなんしかね、どぎつい夏バテになってまして、まあまあこれ言うわけなんですけども。僕はもう3年連続熱中症になってます。ちなみに屋内で、だからいやなんか今からめっちゃ怖い話するからと思ってこういく熱中症にまつわりあのね、うん、あれあの実体験の、うん、あの怖い話ねえ、まあ、あの持ち破りとかは別にええんやけど雑炊だけしてやめてほしいな。後期グイしかもなんかグイがアルファベットあかんな絶不調やなこれ。なんか今日あれですね、コウ君いじられないですね今日も今日も昨日じゃないわ、先週が後半いじられて、うん、もう多分いじり飽きたかな。そっからないんや、そっからないんや。あんや。今日ちょっとテンション低いですね、やっぱね。なんかね、純粋に体調がね。てかさ、あのスピンオフの動画なんやねん。スピンオフの動画って何？スピンオフ。オフトーク。あ、はいはいはい。スピンオフはちょっと意味合いがまた変わってくるな、これ。スピンオフってな、あの終わってからのなんか今日どうやったみたいな。ああはい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 、はい、よう見てるんですね。俺でも見たことない。そしてこのなんやねんっていうツッコミはこれもまた怒られてる。そんなんやから熱中症になるんやって多分もう正論やと思う。ちゃうちゃう、今怖くて何言われても正論やね。ちゃうね、スピンオフもそうやし、そのオフトークの出来栄えどうこう関係なく、何あれの出来のせいで俺は熱中症になったの？なんか俺今一人で喋ってる感じになってるけど、基本コウキ君一人で喋ろうと思ったら頑張れるよ、うん、来週多分コウキ君一人で出ると思うから。一人はなんかちょっと寒いな。けど他の店のやつとか見たらずっとグイグイしてますよ。いや、なんか YouTube で見たんですよ、うん、他の店舗。俺他の見たことない、そういえば。ほらエッチな動画見すぎて通信制限かかってるからあんまり。ちょマジでいいな。何この場でもしかしたら入ってもいいならば食うかもしれんけど。見えるのか。見えるか。もうちゃんと見えて。お土産って言われてこれもらったんだけど、マジでいらん。はい。じゃあもう待って、あとで。
やる気ないやん、二人くつろぎすぎて、もうほんま、今日はっていうか、いつまでに。くつろぎすぎ。ね、それでもし、面白かったら来るかもしれんけど、まあ、今はいらないですね。おにぎりは食いでけ。死んじゃう。正月、年寄りが持ちつまらず死ぬ気持ちを今わからなかった。結構怒ってはるよ。怒ってはるよ。何が何が？ほんまやな。もう、ディスラーも超えて怒られてる。まあね。なんかないんすか、こうくん。なんか喋ること。そうですね、まあ夏場にまつわるお話的なこと、何やろう、もう俺、今俺に言われてんのこれ。これくん、なんかあの夏場にまつわるなんかあるんですか。そうですね、まあ何年か前に、グアムに旅行に行きまして、はい、まあ、あの大きなプールがあって、はい、はい、大きなプールがあって、うん、ありまして、まあ、結構大人数行っとったんで、はいはいはい、ウォータースライダーとかね、こうなんかだんだんボケ始めるやつが出てきて、で、まあ、こう僕の番になって、一旦ちょっと止めましょう。待って、グアムとかめっちゃ、なんなの、俺グアムあかんの。めっちゃおもろいこれ。あのちゃんとあとあので大きいプールに行って、大人数で行って、ウォータースライダー行って、ーーみんなが、まあ、みんながボケ始めて、まあでも僕の番になって、何しようかなって悩んだ結果、先に海パン脱いで、それで流して、まあもうみんなはもう後期で降りてくるわっていう手で見れるのに、海パンだけもパシャッ。で、そこから、何全裸で M 字開脚の俺が、ドーンっていう、何。コメント、ちゃうで。で、海パンを先に流して。まあ、それで、はい。まあ、ちょっとワンクッション置いてから、俺が全裸で M 字開脚で、滑っていくっていうことがあったんやけども。そうやろ、公然前で。うん、それもそうやし、なんやろ、俺の話がどうこうよりも、この執行猶予の発言がインパクトありすぎて持ってかれたね。なんか他にはないんですか、そのどこでした、グアムとか行って、そのプール以外に、あのね、もう多分行く人とかも多分多いでしょ、これね、旅行に、入国の時か出国かどっちか覚えてへんけど、俺だけ止められて、ん、はい、コウキ君だけ止められて、そう、なんかね、何、取調室みたいなところに連れてかれて、はい、まあ、服脱がされて、まあ、ボディチェックバンバンされて、よし、行ってよしみたいな感じ言われてるけど、なんだ、これ、怒られてるやん、ずっと。多分、稲川淳二風に話すからでしょ。暗い感じで。だってその時は楽しくなかったんだもの。話なんか、なんやろうな、こんなにあの他の番組とかさ、リアルタイム見たことないか分からへんねんけど、こんなに、はい、次こういう風にやんの、グアムでの思い出。なんかこんなことあったよっていう遺伝子組み換え食品で、いとも簡単に腫瘍およびがん発生らしいです。おにぎり食い。ちゃうやん。もう病気にさしたいんだ。なんなん。けど、こんなこの時期なんか健康気使わなあかんすからね。熱中症なんて。まあ今年もなってるしね、俺もね、言うて。今年はお盆何するんですか、グアム行くんですか。お盆はね、いやでもグアム行くとか言ったらもう名前聞いてくれるからな。どこですか、ハワイですか。いやー、お盆尼崎ですか。
あの、何やろ、急に関西みたいな。何するんですか、お盆。いや、何も決めてないね、とりあえずね。まあ、無難に実家帰ってとかどうかなんだよね。実家ないけど。お盆に休む、そうなんですよ。13日から錦の浜で、バスやバーベキュー、これ見た人来るんかな。ああ、そう、来週。ね、お盆何するんですか、ほんま。でもその13日に、まあ、何ちょっと待って待って、もうこれ、お前首輪像的なのになん、これもう。ずっと罰金。ずっと無欠。ずっと無欠。首宣告やん。あ、出た出た、来た。バーベキューとか焼かれる肉がかわいそう。これ選手も来た。俺そういうの好き。で、その次にソープ行かないんで。僕、盆休みね。実家がね、ほんま福原すぐなんですよ。歩いてすぐなんですよね。マジで。僕も実家がね、篠田山が近いからね。そういえば。そっちなんや。プレー中にたまに電車を乗せるからね。ダメだ。あかん、こんなん言うから。あかん。もっと、こじられてもらう。マジで、身内乗りみたいになりそう。おにぎり食う。あかんから、さっき言いましたよね。発がん性なんとかが。言うてたやん。いやけど、お盆ほんま何するんですか。ちょい予定教えてくださいよ、こうきくんの。まあ、13日はバーベキューだと。13日バーベキューで、14日が。飲み倒すから、まあ、実質1日死んでるような感じやんか。14から、何しよう。マジ決めてない。どうせ一人でしょ。一人で。暇でしょ。じゃあ一人でグアム行ってくる。はい。でこれまた怒られますからね。コメントでまた怒られますよ、そんな言ってたら。おもんないっつって。まあ、執行猶予中だしな、一方やら。最後のコメント、おにぎり食いっすかね。そうか。うん、行こう。何やろうな。何やろうな。やたらと当たりきつい人が2、3人おるよね。先週らへんから。じゃあ、だから13日、うん、僕ら8人ぐらいで、うんうん、錦の浜の別のとこでバーベキュー食で、有料の方でやっといてください。うーん、OK。1人で。うん。うん、これは、俺、メンタル強いけど、多分泣くで。それマジでセルカーボンとかでほんま自撮りして。参加してる分でいい。参加してる分ってよ、ほんま。画像編集してみんなの写真に挟み込んでな。海で女の子の水着ばっか見てんのやろって。いや、見えひんね、脱がすからね、もうどこまで行くと。大丈夫、 CM 入ります、逃げます。ポストの革命、アザスグループ。そういうの人な。はい。先週腱鞘炎がどうこうって言ってた人、コメントを言わない。いやいや、その空気やめてくれ。
ほら、ほらまた。すまん、ちょっと待って。あんたが焼かれてこいっていう斬新な、斬新なコメントが入ってるよ。ここなら。丸焼き焼いてた、だんだん開いてきて、こうなるでしょ。ほら、また一人消えた。うん、後期の丸焼きね。誰が食うの？最悪焼かれてもいいけど、誰食べてな、ちゃんと。あ、ミキ食いやちゃうやん。ちゃうあと、まずそうもやめて。いや、おもろ。なんか、ディスルーに変わってるな、やっぱりな。もういじりを超えて。すげえ、遺伝子組み換えのやつめっちゃ文字でいかない。うまいよ。俺今日一番おにぎり食いやねんけど。もう、身内受けみたいになってるやんか、もう。楽しい。そうか、でもバーベキュー行ったら誰かしらやけどするもんね。おにぎり食い。おにぎり食いね。けどこれコメントしてる人でバーベキュー行く人おるんかな。そうやねん、その日同じ海に行く人がかわいそう。待て。でもこの人はほんま一人でレンタカー借りてセルカ棒持ってバーベキュー行くんで。そうやな。多分俺だけ全裸でバーベキューとかしてんだろうな。けどバーベキューで何が一番美味しいですか。これ前もなんか話したっけ。全然面白いベロベロで。何が美味しい。バーベキューでいろいろあるじゃないですか。お肉、魚、貝類、野菜、焼きそば。結局焼きそばじゃないの。俺は思ってんねんけど。おにぎり、海でおにぎり食い。もうなんかもうこの来る流れやったもんな。あれでしょ、銀紙で包んだやつでしょ。なんか俺このくだりで言ったらさ、バーベキューいっぱい行ったらおにぎり出たのめっちゃ笑ってましたね。何が美味しいですか一番。何が一番好きですか。ちょっと待って、あの借りられる車が気の毒っていうのコメントさ、マジで俺らからじゃ大正解よなコメントやねんけど、僕らしょっちゅうレンタカーで、行きの方がいいかな、行きで海鮮うまいやん。そう、海鮮なんですよ。だから黒もんでホタテとか今アユとかもね、アユが美味しい。焼いたらでもあれうまいこと焼かんと皮ベロベロになったけど、寄ってる時のソーセージめっちゃうまい。寄ってる時のソーセージめっちゃうまい。普段産まないからな、別に。普段そんな買うことないんですよ、ソーセージって。野菜と肉も食べろよ。あれやで。結局ですね。ある、全部ある中でやで。それ、ね、ピンポイントで買っていけへんで。何が一番美味しいか。じゃあもうええとおにぎり食うよ。いや、こうよ。あの、銀紙に包んで、網の上で。しかも俺だけの食べのおにぎり。何あの発がん性にしてたから。これ持っていきます。それを焼くの。何やろうな。今日もおもろいね。やっぱ安定やね。俺こういうのこういう雰囲気でこういうの。なんなん、他の人らもみんなこんなにいじられてんの。いや、多分みんなもうアイドルみたいな感じでしょ。もう今スターガイズのスタッフさんが、いやそこまではいい感じだもんな。うん、でしょうね。うん、やろうな、俺も思う、ね、なんかさ、普通はなんかあれだよね、なんか質問とか多分出てくるんだよな。あんまこうきくんってこうきくんですよね。ほんま安定ですね。もうなんかなんか何も俺っていうジャンルだもん。そうっすね。自分分かれへん。ちゃうやん、今放送中やん。なんで俺に小声で言ったんかな。お前。あ。なんか確信をついてる。真面目な。
真面目な質問、質問。まあもう、幸喜さん次第です。僕、来週出れないんで。まあ、来週はね。僕、忙しいんで。まあ、そろそろ。忙しいふりするんで。来週はね、ちょっと嫌がってるアイドルに参加してもらわなかったよ。いや、新しい子だって、今日本前やったら出る予定やったのに。やっぱ、照れたんかな。照れというか、緊張というか。来週はピンですね。いや、忙しい、ぶらして、マジで。来週はピン。なんかピンになりそうな気もするな。あ、ピンでやってよって。あ、やっぱり、みんな期待してる。イモって、仲いい同僚さん、誰か呼んでいい来てってお願いしていい ?1 時間ピンで。じゃあ、枠伸びた。いや、けど、なんやかんや、なんか。いけそうじゃないですか。あの別にピンでやる分にはええけど、あのその分みんなちょっといじってね。うん。その時は。おにぎりグイやろって。あ、じゃあ文字つなげんでね。ちょ俺死ぬ殺せんかった。えだから。いいわ。うん。それは俺もきつい。けど案外一人でやる方が誰にも気使わずに自分の喋りたいことを喋って言ったらずっとコメントと会話できるじゃないですか。コメントと会話ってなんかこうどうなん、まあ、それに対して答えるみたいな、なんかツイキャスみたいな感じちゃうんすか。自己満足の世界に入っていくんだろうな。うん、ね、やっぱ見たいっていう人が一人でもおるんやったらね、ピンで。ね、そうだ。やっぱり。あの、ピンで押すやつおるな。茶髪の何を言ってんの。茶髪俺か。だから僕は今、あの、コウキくんがピンで出てもらうように今、説得してる最中なんですよ。やればできるさ、そう。やっぱ見たいって言ってる人もおるから。ほんまや。おにぎりグイの人や。ね、ほんま。そうか。やるとね、来週は何かしようか。一人でやってみてもいいんちゃうすか、もう。来週、じゃあ、こうくん、一人でやりましょうって言ってる。やればできるさって言ってくれてると思うから。みんなスターガイズ。いやもうみんなもみんなこうきくんのあれを見たいから一人の。そう。もう多分島に脱ぎ出すかもしれん。でまたあの何だっけ NG コメントが多分出る。けど今日 NG コメントないですよ。一切。てか地味に1回目だけだったな。1万だけで番組やってくれると思うなよ。え、これはプロデューサーの方？ディレクターかな？いやけど、ほんまにやってみたらいいんちゃうすか？あの、新しい子と一緒に。ああ、でもね、二人で。来週は。うん。こんな感じで。やってみようかしら。うん。やってみてください、もう。ほんまに。今日はフェードアウト多いね。今夏希が小声でマジ二日酔いって言った。ね、知らない二日酔いは。あの今画面から消えてちょっと吐きそうになってる人。そうか、じゃあ来週はこんな感じで。こんな感じというか、また新しい子と一緒に出ると思うんですけども、なんか一人で俺ずーっと喋ってんだろうな、あみたいな顔して。あかんやん、もう今、またおにぎりグイって打つ気やん。そのおにぎりグイの顔しとったもん。あ、マスキ久しぶりにおかまみたいって言われるぞ。大丈夫、よく言われる。何
にも喋ってない。せやね。質問を受け付けた方がいいと考えてます。質問何でも答える質問。ああ。なるほどね。でもこれって、番組中じゃないの？そういうのって。すげえいい速さでおにぎり食いって。まあ、気持ちへの北は二人に興味ないかな。あ持ってもらえるように頑張ります。そうね。まあ、うん、あかんやん。いや、なんかうん、なんでも言ってみたらいいんじゃないですか。おちんちんまではいかんすけど、なんかそういう。あれちんちんの直径とか。なんか言って。あ、また来ました。また選ぼうと。一番最近女の子の下着脱がすのはいつ？これはあれですか？風俗も含まれる？あかんやん。変えてからの変。さあちゃうちゃう。なんやろな、その前に玉ついてんのついてますよ。ただ、最近ね、こう縮み上がる率が非常に高い。これはちょっと意味が分かりにくいかな。結局やっぱ下ネタに発車まだな、俺って。もう、好きもクスクス言うてるやん。結局質問されたら答えてへんだと。質問されたら。だっていつやろ思って。おにぎりないけど。いつ逃したんやろ。考えてくれか。喋らん時間長っ。長っ。まあまあまあ来週はね。こんなことはないようにしっかりやらせてもらおうと思っています。来週もよろしくね。こんな感じです。洋服がある洋服がもう一元洋服がすげえ洋服がね